皆さんこんにちは、つくみです。このチャンネルでは愛犬のリボンちゃんと一緒に過ごす田舎暮らしの日常や、そして家を作る DIY の様子などをお届けしております。料理したり絵を描いたり、いろんなことをする Vlog です。つくりぼチャンネル。毎日暑いので朝早く起きて散歩に行くようにしています。だいたい朝6時半ぐらいに起きて、愛犬のリボンちゃんとお家の近くを散歩するようにしています。散歩が大好きなリボンちゃんはいつも尻尾をフリフリしながらご機嫌でお散歩しています。朝食は軽くコーヒーとクロワッサンで済ませました。私の仕事、メインの仕事でもある宿の掃除です。いつもブロワーを使ってベランダに溜まったホコリや落ち葉などを吹き飛ばしていきます。今まではほうきとちりとりでやっていたのですが、ブロワーが一番楽だなということに気づいてからはとっても時短できるようになりました。私がやっているこの貸別荘は夏が一番ピークに忙しい時期になるので、これからが勝負。暑さに負けずに熱中症にも気をつけて頑張ろうと思います。植えたプチトマトがベランダまで伸びてきています。この宿ではベランダでバーベキューを楽しんでいただけるのですが、数回するとこんな感じで炭で黒くなってきます。なので高圧洗浄機で洗浄します。炭や蚊取り線香を床に落としてしまうと燃えてしまってもう元に戻せなくなります。なんとかいい方法はないのかなと考えているのですが、防炎シートだけでは手に負えないようで、何か床を全面守れるようなシートや、タイルとか何かしたいなと考え中です。できる限りリーズナブルに見た目も良い感じに仕上げたいなと思っています。作りぼ。宿の掃除を終えたら家の DIY をやっていきます。今回やるのはまずは洗面所のクッションフロア張りです。洗濯機の排水口のところをまずは穴を開けていきます。洗面所の床は踏むと沈んでしまう感じで傷んでいたので以前直しました。動画もあるのでよかったら見てみてください。カットする部分に印をつけたらカッターナイフで穴を開けていきます。まずは十字に切ってからピザを切るような感じで8等分に切っていきます。私は DIY やものづくりが結構好きなんですけれども、そんなに器用というわけではないのでよく失敗をします。なので見ていて危なっかしいと思ってしまうかもしれませんがお許しください。排水口の穴が開いたら次は角の部分から切っていきます。前々回の動画で職人さんに直々にクッションフロア針を教えていただけました。本当ならば、職人さんが使っているようなパーフェクトカッターパー切りだったり、あと幅定規っていうのを使った方がいいんだろうなとは分かっていたのですが、ここを貼り終えたらもう使うことがしばらくなさそうなので、あるものを使ってなんとかやっていこうと思います。失敗したとしても自分の家と思えば結構気が楽です。一度も失敗をせずに何でもできる人なんてこの世にはいないと思うので、どうなってもいいからやってみよう。これぞ DIY です。田舎に引っ越してくるまでは DIY ってそこまでやったことはなくて、壁紙貼ったりとか、タイルを貼ったりしたぐらいなんですよね。それがこっちに引っ越してきてからは結構たくさんの DIY をしている気がします。なので私の DIY スキルも少しは上がったんではないでしょうか。もし初期の頃から見てくださってる方がいらっしゃるとしたら、私の成長を少しは感じてもらえているのではないでしょうか。とはいえ
成長の余地がまだまだありすぎる私、今後も精進していこうと思います。古い家を購入すると DIY しないといけないところがたくさんあります。例えば屋根の塗装や外壁の塗装、そして内装はもちろんやらないといけないんですが、家の中をやる分にはクッションフロアと壁紙を張り替えるとかなり綺麗になって家が見違えてきます。綺麗になっていくのはとっても楽しいです。では少し一休み、リボンちゃんにおやつをあげてのんびりと休憩タイムを過ごします。いつもこの子がそばにいてくれるおかげで私は寂しいって思うこともなく田舎暮らしを満喫できています。もともとは寂しがり屋の方だと思うので、この子がもしいなかったらと思うときっと田舎暮らしやめていたかもしれません。本当にリボンちゃんには日々感謝です。この子と過ごす日常が愛おしいです。ではクッションフロアを貼っていきましょう。先ほどカットしたこのクッションフロアを一度剥がしてクッションフロア用の糊を塗っていきます。まずは3分の1ぐらいをめくって糊を塗っていきます。この時点で言うには少し早いかもしれませんが、私壁紙よりもクッションフロア貼りの方が好きかもしれません。壁紙貼りもやりだすと楽しいんですけれども、直接糊が手についたりすると手が荒れやすくて、アトピーの私にとってはちょっと大変な作業だなと感じています。でもクッションフロア貼りは基本的にこういうコテ、ハケを使って塗っていくので手が荒れる心配もなくて、私的にはとってもやりやすい作業です。壁紙を貼るときはビニール手袋をするようにしていますが、自分の汗で痒くなる体質の私は手袋さえも痒くなって結構辛いなと感じてしまいます。そして今みたいに暑い季節、夏には自分の汗で体が痒くなるので結構辛いんですよね。この悩みはアトピー体質の人にだったら分かってもらえるんじゃないかなと思います。極力汗かかないようにエアコンをつけて涼しい場所で作業をするようにしています。ただ宿の方は夏が繁忙期、お盆のような大型連休は私にとっては稼ぎ時、頑張って働くべき時になるのですが、連日予約が入るととってもありがたいのですが、日中しかも一番暑い時間に掃除をしないといけません。間に合わせるべく必死に掃除をするのでいつも汗だく、掃除を終えた頃には気づかないうちにかきむしってしまっていたりすることがよくあります。それでも無理してでも予約が入る時にできる限り予約を取って売上を上げておかないと、この旅館業は冬の間はとっても暇になります。冬の間の生活費を稼ぐべく夏の間に頑張っておかないといけません。冬の間は旅館業が暇になるので、おそらく私はハンドメイド作家として暮らしていくことになると思います。糊を塗り終えたのでクッションフロアを戻して貼り合わせていきます。床ができてくるとだいぶ雰囲気が変わりますよね。だいぶ家らしくなってきたような、そんな気がします。皆さんはこの夏の間にやりたいこと何かありますか？私は今年の夏の間にこの家をだいぶ住めるように DIY を仕上げること、これが私の目標です。家中のクッションフロアを貼り終えたら次にやることはお風呂場の DIY です。実は今はまだお風呂場が使える状態ではありません。なんでかっていうと、給湯器を試すことができていないからです。給湯器には大きな蜂の巣ができてしまっていて、怖くて近づくことができずにいます。なので今は
宿の掃除をするときについでにシャワーを浴びるようにしています。なのでお客様が連泊される際にはお風呂に入れなくなります。そんな時には近くにある温泉や前の家に帰ってシャワーを借りるようにしています。私が入っている DIY ダオには鉢駆除の専門でお仕事をされている方もいらっしゃいます。その方にいろんなアドバイスをいただきました。洗面所のクッションフロアがなんとか貼り終わりました。そして次はキッチンの床にクッションフロアを貼っていきます。リビングとキッチンの間のドアを開けっぱなしにして作業をするので、リボンちゃんが入ってこないように今だけケージでおとなしく見学しといてもらいます。もともと貼ってあるクッションフロアもなかなか味があっていいのですが、私がこの家に選んだ壁紙とかには全く合わないので、この上から今回はブルーのこのタイルっぽい雰囲気のクッションフロアを貼っていきます。私がどうやらブルーが好きなようで、ブルーを見ていると心が落ち着くような気がします。皆さんは心が落ち着く色や、この色見ているとなんだかハッピーになれる、そんな色ってありますか？私のラッキーカラーや似合う色はブルーではなく赤だったと思うのですが、自分の好きな色と自分に似合う色って意外と違うこともありますよね。若い頃に比べると今はすごくシンプルが好きになってきたなと感じてます。白やブルーやネイビーとか、どちらかというと本当自然色みたいなアースカラーとか、そういう色が好きになってきました。年とともに好きな色や好きな食べ物も変わっていくのかもしれませんね。ちなみに私はお肉も魚も野菜も何でも好きなんですが、昔に比べてお肉は脂身の多いものはあんまり多く食べれなくなってきました。それからめっちゃ背脂の入ったラーメンとか、油が浮くような豚骨ラーメンとか、そういうのも昔は大好きだったんですけど、最近はどっちかっていうと醤油ラーメンとか塩ラーメンとか、あっさり系に変わってきたような気がします。ちなみに夏になると食べたくなるものって何かありますか？私は夏になると必ず食べたくなるものがあるのですが、それは一体何なのか動画の最後で作っているので、もしよかったら最後の方まで見てもらえたら嬉しいです。実はこのクッションフロア、もともとは洗面所に貼ろうとしていたクッションフロアなんです。なので長さが少し足りなくて、足りない分を買い足しています。なんでこっちにしたのかっていうと、単なる私の気まぐれなんですが、この残りの部分もうまく貼り合わせることを祈っております。それでは元々のクッションフロアに直接糊を塗って、クッションフロアを貼っていこうと思います。本当はクッションフロアも剥がせたら剥がして、しっかりパテをしてから新しいクッションフロアを貼る方がいいのかもしれないんですが、マンションとかでもこんな感じでクッションフロアの上からクッションフロアを貼るっていうのを行われています。では仕上がりをお見せする前にキッチンの掃除です。ここすごくないですか？換気扇のフードなんですけれども、アルコールを吹きつけて拭いたら意外とすんなり取れるということが分かりました。換気扇もめっちゃ汚いですよね。買い替えようかなと思ってるんですけれども、なんか気分が乗ったのでとりあえず拭くだけ拭いておこうかなと思います。いやー、それにしてもすごいですね。めっちゃ汚い。磨いたらだいぶ綺麗になりました。そして仕上がりがこんな感じ。綺麗になるとやっぱり気持ちがいいですね。そしてクッションフロアはこんな感じで貼り終わりました。意外とジョイント部分も目立たなくていい感じに貼れたのではないでしょうか。で、実はレンジフードの上の方、手が届かなかったのでこのまんまになっています。また今度やろうと思います。そしてその頃リボンちゃんはどうしていたかと言いますと、リビングの布団で爆睡しておりました。
本当いつもマイペースで平和な子です。それでは DIY も終わったので夕方のお散歩に行ってきます。リボンちゃんはいつも道の端の方を歩くのが好きなようで、草むらをかき分けるようにして道の端っこを歩いています。私としては涙にがつくのがとっても心配で、毎回お散歩の後涙に駆除にめっちゃ時間がかかるんですよね。できれば道の真ん中を歩いてほしいなと思っているのですが、どうにかできる方法はあるでしょうか。この間犬のしつけ教室っていうのを見かけたので、行ってみてもいいのかななんて悩んでいるところです。リボンちゃんにもスイッチの切り替えがあるのか、私のそばをきちんと歩いてくれることもあったりします。だけどぐいぐい引っ張り気味で、すごいわがままお嬢様になる時もあります。引っ張り癖はまあいいとして、行きたくない方に行こうとするとめっちゃ突っ張って座って動かなくなるところ、これはどうにかできたらいいなと思っています。いかがですか？すごい自然豊かなところだと思うのですが、こんな感じの場所で私たちは暮らしています。鳥の羽が落ちているのを見つけました。白くて綺麗ですね。田舎の風景は絵を描くものとしてはとっても魅力的で、日々変わる空の模様や、そして季節ごとの木々、これらは私にとっていい刺激を与えてくれています。リボンちゃんにとってもきっとこの自然豊かな場所はいいのではないでしょうか。田舎の魅力としては人が多くないところ、これは私的にとっても気に入っています。お散歩していても人が多すぎるとワンコの気が散ってなかなかお散歩しにくかったりしますよね。だけどここでは思う存分散歩を楽しむことができます。ちょっと暑かったかな。リボンちゃんお疲れ様。ここは宿の裏側です。この間までベランダにかかっていたトマトはこちら側に植え替えました。プチトマトもたくさんできていて、もうすぐ食べれそうです。作りぽん。夏になったら食べたいもの、それはカレーです。私は夏になるとなぜか無性に辛いものが食べたくなってきます。そういう方多いのではないでしょうか。カレーは好きなのですが、一つ困ったことがあります。一人暮らしでカレーを作ると3日間ぐらい食べることになってしまいます。作りぽん。最近はボールペンで動物や草花を描くのにハマっています。今年の秋には京都でグループ展を行いますので、お近くの方はぜひいらしてください。そしてメタバース上に本物の宿そっくりの宿を建てました。もう本物と見間違うぐらいのクオリティの 3D を作っていただきました。そしてメタバース上の 3D 宿で今は展示会をやっています。こんな感じで作品を無料で見ることができます。実際の宿でも QR コードを読み取って AR での 3D を見ることができます。では最後にお知らせです。私の愛犬のリボンちゃんのリアルスタンプ実写版ができました。そしてイラスト版も絶賛販売中です。私の田舎暮らしの裏話などはボイシーでお話しさせていただいてます。ぜひ QR コードから聞いていただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。